エルビル・ボリッチは、ユーゴスラビア・ゼニツァ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元ボスニア・ヘルツェゴビナ代表。ポジションは FW。1988年に地元クラブの NK、チェリク・ゼニツァでキャリアをスタートさせ1991年に、レッドスター・ベオグラードに移籍したが、ユーゴスラビア紛争の激化により1992年に、 トルコの名門ガラタサライへ移籍。その後も1993年から1995年までガズイアンテップスポル、1996年から2000年までフェネルバフチェ SK に所属し、トルコのクラブを渡り歩いた。また、1996年からは10年間、ボスニアヘルセゴビナ代表としてもプレーし、同代表の歴代最多得点も記録した。 2003年には、スペインのラーヨ・バジェカーノへと活躍の場を移し、100試合近くの試合に出場した。ラーヨ・バジェカーノで3年間過ごした後、再びトルコリーグへと戻り、いくつかのクラブでプレーした。2006年に HNK リエカで引退。2008年1月5日から5月17日までの間は、 ボスニアヘルセゴビナ代表のアシスタントコーチとして、メホコドロを支えた。ありがとうございます。